この場所って地図のここだと思うんだけど、道の形少し違くね？こんにちは、イラストレーターの松田優です。今日はですね、現在地特定の第2弾なんですけれども、去年にね、第1回目をやったんですけれども、そちらからご覧になりたい方はこの辺にリンク出しておきますんで、こちらからご覧ください。改めて説明いたしますと、初心者の方向けに地図アプリ、登山地図アプリとかね、GPS なんかを使わないで、現在自分がね、山道のどこにいるのかっていう現在地を特定する方法っていうのをご紹介したいと思います。前回の第1弾を公開した時も反響があったんですけれども、これ地図のコンパスも使わないでできるんですねって言ってくれる方がいらっしゃったんですね。で、確かに私のやり方だと進行方向っていうことを考えるとコンパスとかね使わないでね、だいたい現在地が特定できるんですよ。で、今回の現在地特定をしようとしている地形も非常にこのちょっと個性的っていうかね、特徴的なんですよね。それで、現在地がすぐ分かるかなと思いきや、さすがにね第2弾だけあって、ね、ちょっとひねってあるんですよ。地図と実際の違い、地図が 100% 正しいわけじゃないよっていうようなことの内容も出てきますんで、ぜひ初心者の方はご覧になっていただけたらと思います。それではね、また前回と楽しくお気軽にクイズ形式でいきたいと思います。まずは去年の8月に登った秩父御嶽山の山中の現在地の映像をお見せしますんで、こちらをどうぞ。はい、現在地特定クイズその2ってここも意外と分かりやすいんですよね。この1回これ尾根になって、いわゆる尾根伝いのところをほぼ直角に今私が歩いてきた道が交差するんですね。もう一回言いますと、ここの尾根伝いのところと歩いてきた道が交差してるんですよね。そして高さはというと730ぐらい。はい、これから元に地形図で、どこなのか割り出してみようと思います。いかがだったでしょうか。今回はね、特徴的ですね。ちょっとこう尾根みたいなところをほぼ直角に自分の歩いてきた道が交差する。例によって、地形図を頭の中にイメージするわけですイメージするわけですけれども、尾根、低い尾根があってそこを直角に登山道が交差した、こんな感じ、こんな感じの地形、登山道と地形の関わり合いの図を頭の中にイメージして、地図上から例によって探してみたいと思います。はい、それでは地図上で検討していきたいと思います。これはね、前回と同様国土地理院の2万5000分の1の地図をパソコンのモニターに映したものです。私の秩父御嶽山を登った時のコース図なんですけれども、三峰口駅を出発して、コースタイムおおよそ3時間で御嶽山の頂上に着くというものでした。今回はスタートして1時間40分ぐらいですから、おそらくはこの辺りではないかなというふうに推測することができます。この辺りの地図を少しアップにして検討してみましょう。はい、地形の細かいところを見たいので一旦登山ルートのこの赤い太い線をオフにしてみます。そうすると尾根と言えるような箇所を探すわけですが、この辺に尾根がありますよね。
そして、こちら側も少し尾根っぽいところがあります。ここの破線が登山道なんですけれども、これが尾根を横切っている、進行方向、右から左にあのポンチエのように、横切っている箇所っていうのを探すと、こちら側はどうやら尾根伝いに走っていて、交差している感じがあまりないですね。で、探していきますと、この赤丸の箇所、これ登山道が進行方向右から左にどうやら尾根を少しまたいでいるように見えます。わかりやすいように尾根をブルーで表示してみたいと思います。このピークからこのピークまでにこんな感じの尾根があります。少し拡大してみると、やはりここで尾根を交差している登山道があります。しかしね、この登山道直角には交わってないですよね。こう斜めですよね。この理由は後で別に説明いたします。次にプロトレックの標高が 730m、前回同様プロトレックにはプラスマイナス 40m ぐらいの誤差を見込んでおいた方がいいので、その誤差も見込んで調べてみます。ここに 700m の等高線がありますので、この位置というのは 750m、 760m ぐらいではないかと推測されます。これはプロトレックの標高 730m に、プラスマイナス 40m の誤差を想定したものの範囲内になります。ですから今回はもうとにかく尾根とね、交差したのはここだよということで、この赤丸印、この辺りが現在位置だったのではないかと私は推測してみます。さあ、それでは正解を見てみましょう。はい、ヤマップの正解はこの辺りでした。さあ、どこでしょう、合ってたでしょうかね。はい、左がヤマップが示した現在位置です。だいたい合っていますね。今回は交差部というような決定的な要素があるので、意外と簡単に見つけることができました。えい、はい、いかがだったでしょうか。今回はね、道の形が違いましたよね。確かに映像で見ると、あのほぼこう道が来て直角に交わった、こんなイメージ。現地に立ってみるとこんな感じだった道が、改めて2万5000分の地図を見るとこんな感じになっていた。こういうのね、よくあるんですよ。だからね、あの完璧主義者はダメなの。このね、これ通りの、あの地形をこう探そうとするとね、どつぼるんですよ。地図はね、 100% 正しくないんです。正しくないっていうのは間違ってるってことじゃなくて、例えばこの道の話で説明しますと、地図っていうのは多くの場合メッシュデータから作るんですね。メッシュデータが拾う箇所のポイントっていうのを、ちょっと仮にこんな感じだっていうのを重ねてみます。こんな感じ。はい、直角に交わってるんですけれども、メッシュデータがここしか拾わなかった場合、つまりその地図にするポイントっていうのはそこしか生かされないわけですね。それを単純に結んでみるとこんな感じ。そうなんです。細部がね、道とか地形の細かい突起とか細かいカーブっていうのはね、2万5000分の1ではね、あの表記されないことが多いんです。むしろだから細かい特徴をずっと頭に描いて、それを追っかけて現在地特定しようとするとドツボるんですね。私のようなね、大雑把なね、だいたいこんな感じかなぐらいなね
人間の方がね意外と早く見つけられたりするんですよ。例えばね、地形図でもこの会社の地形図とこの会社の地形図同じところを重ねてみてもね結構違ったりしますよね。そういうのもねこんなのが理由だったりするんです。というわけで、今回は地形から現在位置を特定したんですけれども、その際にはこういう道なんかがねちょっとまんまじゃなく乗ってる時があるよっていうような落とし穴もあるんだぞっていうのを解説したかったわけです。それではまた How to 動画かバイク動画か登山動画でお会いしましょう。さよなら。